ここは敵断層です。大正4年1915年に和上金山の経営主成清広江が建てた別荘です。敵断層の敵断とは山を渡る、高段を渡るという意味です。明治の末に現在の木次市山川町にあった和上金山を手に入れます。大正3年の最も栄えた時期には1ヶ月に12億円の金の産出があったと言われています。金山王になった成清広江は3670坪の土地を得て約270坪の別荘を建てます。海を望む庭は高崎山を築山に別府湾を池に見立てた借景庭園になっています。この敵断層から素晴らしい景色を眺めながらしばし大正のロマンに浸り、白下カレー料理やお茶を味わうことができます。